前回おつゆ技法っていうところでですね、もう乾いている絵の具がありまして、そこへこう、まあ、暗い色とは限りませんが、乾いているものの上に薄いっていうのは色が薄い、絵の具の濃度が薄い、絵の具と特有の割合がですね、特有が多いということですね。そうするとこのような水彩のような油絵の具というのは、色が薄いところは水で薄めるんじゃなくて、白をたくさん使ってくださいと、そういうことできましたが、作品がある程度進んできましたら、こういうふうに乾いている絵の具で上であれば、おつゆという技法で、まあ影のようなちょっと違う色のベールといいますか、そういうものを上から重ねることができるというふうにお伝えしました。ただこのおつゆという技法は、使い始めるとこれが便利だということで、どんどん広げていって、使いすぎてしまうと油絵本来の持っている絵の具の厚みで出る美しさとか、そういうのがなくなってきますので、必要なところだけに使うということを注意してください。それから一般的にですね、油絵を塗っていくときに、平地法、絵の具を並べて塗っていく、それから重複法、色を重ねて塗っていく、まあそれがお互い、両方とも存在して絵は進んでいくわけですが、今これお寺の屋根の、まあお寺って三重の塔ですけども、お寺の屋根の色を、あ、屋根の色じゃない、空の色を塗っているとします。で、次にこのお寺の、まあ屋根、いずれここは瓦になっていくわけですけども、屋根の色をこのように塗っていったとします。そうするとこの部分は空の色、これ屋根の部分を塗りました。こっちちょっと暗い部分を塗ってみました。で、次ですね、空の黒い部分が、あ、暗い、空じゃなくて屋根の暗い部分がちょっと暗さが足りなかったので、さっきと違うちょっとだけ暗い色をここへ重ねていくとします。その場合は下の色と非常に似た色なので、そんなに汚く色が混じるということはございませんが、例えばですね、空もここから色が変わったように自分には見えたと、ここ空の色、違う色を塗ったとしましょう。これも絵の具と絵の具は重なってないですね。 お互い横に並んでますから、これのことを絵の具の塗り方で平地法、並べておく、そういうふうに書きます。で、こっから初心者の方がよく困ることなんですけども、これを塗っている時に隣の色と当然乾いてないので混ざりますね。で、作者が意図的に混ぜて、こういうふうにぼやかしたようなものを作る、描いてみるのはいいんですけども、この色をずっと広げていってしまいますと、ここの空の色はもう本来の空の色じゃなくて、わざと混ぜた地帯は別ですけども、ここの空の色はこっちの色が混ざってきた、本来希望してない、意図していない色ができてしまいます。だから
隣の色と混ざらないように書くか、あれわざと混ざる場合は別ですよ、隣の色と混ざらないように書くか、極力ピチッと絵の具を並べて、隣の色に触らないように書くということですね。これをそのまま塗り続けていくと色が全体的にぼんやりとなってきます。油絵を描いていてどうしても色が濁ってしまってきちっと色がそれぞれきれいに独立して見えないというのは、乾いてない横に描くときに隣の色と混ぜてしまうということがございますので、今言ったようなことを注意してください。じゃあそういうことに煩わされずにやるのはどうしたらいいかというと、隣の色が完全に乾いてから次の色を塗ると、そういうことをしたら、当然混じることはないですが、まあ、絵の具は種類によって乾くのに1日から3日かかります。乾燥促進剤を入れればもっと早く乾きますし、油を揮発油性の油と揮発していかない、まあ、艶出しとか定着とかそういうのに使う油の混ぜる具合でも変わってきまして、本当のことを言うと既製品のペインティングオイル1色、1本で使うのではなくて、作者がその制作の段階に応じて使い分けていくのが本来のやり方なんですが、まあ最初からそれは難しいので、最初はペインティングオイルと、ブラシクリーナー、これは筆を洗うやつですね、それから乾燥剤もわからなかったらこれ入れなくて結構です。夏であればよっぽど白とか黄色のような色の厚塗りでなければ約1日で乾きます。次に乾いてない絵の具の上にさらに絵の具をか、乗せていくと、これは重複法と言いますけども、下が乾いている場合は好きなように絵の具がくっついてきますね。乾いてないところ、例えばこれ屋根の部分まだ乾いてません、ここへ瓦の様子を描こうとしてこういう風に絵の具を乗せますが、これが初心者の方ですとうまく乗らないので当然下の絵の具と混ざってしまいます。そーっと乗せてやればこのように乗るんですが、これはなかなか、技術の習得が難しいので、これはもう回数を重ねて経験を積んでいただかないと、まあ、たっぷりとした絵の具を上からそーっと塗り込むんじゃなくて置いていくと、他のコーナーでも、色を塗ると言わずに色を置きましょう、色で描きましょう、描くっていうのは書道の方の章じゃなくて描く方ですね、底辺の描くという方の字で描く。ただそれがうまいこといかないので塗っていると絵の具が混ざってしまう、上からこすると色がぼやけていきます。これの繰り返しで全体がぼんやりとしてしまう、そういうことになってきます。これを防ぐ方法としましては、たとえ非常に小さい部分であっても絵の具をたっぷり作りまして、絵の具をたっぷりと作って置くように描いていくということですね。これがなかなか、これちょっと空に違う色を置いてみますが、置くというふうに描くというのがこのように乾いてないとこですと非常に、難しい。ついこういうふうにやってしまうともうこのような発色は望めないわけです。すり込まない絵の具を、どうしても初心者の方はすり込んでしまいますが、すり込まない、そーっと絵の具を置くという感じですね。これが実はなかなか難しくてですね、普通使っている筆は非常に毛が硬いんですね、油絵の筆っていうのは。腰をがないとグッと絵の具が乗りませんので、水彩画よりも随分腰の強い硬い毛です。でも油絵用でもこのように茶色っぽい毛で柔らかい筆がございます。先ほども絵の具をたっぷりとつけるということを言いましたが、非常に狭い部分、少ない部分でも絵の具をたっぷりつけまして、これでこのような柔らかい筆で描くと割と色はのせやすいです。だから闇雲に筆を増やすんではなくて、必要に応じてちょっと柔らかい筆も入れてみると、
使う理由や根拠がないのに、あるいはその技術もないのに筆だけ増やしても意味ございませんので、ただ最初にも申し上げましたけども、油絵の筆は一本で描いているとどうしても色を変えるときにいちいち筆線で洗わないといけないので、これは筆より、水彩よりちょっと工程がめんどくさいですね。と同じような筆を何本か用意して、あるいはその分同じような筆が何本か用意してあれば、洗わずに筆を変えることによって同時に使える色の種類を増やしていくことができます。これは自分がよく使うサイズの筆を、もし筆を買い増しする、増やすという時には、そういう筆を、よく使う筆を増やしてもらうのがいいでしょうね。で、また絵の具が乾いてない時の重複法、上から重ねることについて言いますが、例えばこの部分も先ほど塗ったばかりなので乾いてませんが、柔らかい筆にたっぷり絵の具をつけてそーっと上から置くように描けばこのようにできますが、柔らかい、筆でもですね、絵の具の量が少なくて、今ちょっとこれ絵の具の量を減らしました。これで描こうとするとやはり下の色と混ざって濁ってしまう。これがだん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 広がっていって画面が汚くなると、そういうことですので、平地法と重複法、特に重複法、油絵におきましては今お話したようなことはございますので、乾いていない画面、絵の具の上へ絵の具を重ねるときは絵の具を置いていく、これはなかなかスッとはできません。練習してください。そのようなことに気をつけてどんどんと進めていってください。屋外で描いている時間が限られている時ですね、その時に色が混ざってしまったと、どうしようかなという場合は、水彩ではない油絵の、便利な点と言いますが、もう、まあ、これあんまり絵の具厚く塗ってませんので、ペインティングナイフではそんなによく取れてませんが、やはり部分的に厚い絵の具は取れてきます。ペインティングナイフでこのように絵の具を取りまして、これもボロ布で拭いてしまうということですね。拭いてしまうと、これ先ほどのお寺の三重の塔の屋根って言ってましたけども、ほぼそれが現れます。現実的にはわずかな絵の具が表面に残ってるわけですが、無視できる厚さですので、もし屋外で制作中に時間が限られている時にこういうことになって、もう日もさちも行かなくなったら、そこの絵の具をもう取ってしまうと。そしてまた新しくやり始めると、これ綺麗になってますので、また綺麗な色を乗せることができます。そういうようなリセット法も油絵にはございます。